ゴーチルフ、ハインリヒエルンスト・ミューロンバーグ・チャールズ・ウィルソン・ピール、1810、ゴッドヒルフ・ハインリヒエルンスト・ミューレンベルク、または、ヘンリー・アーネスト・ミューレンバーグは、アメリカ合衆国のルーテル教会の聖職者、植物学者である。ペンシルベニア植民地トラップに生まれた。父親は、ドイツ系の出身で、戦況のために、アメリカ合衆国に赴任したハインリヒメルヒオール。 ミューレンベルクである。ドイツのハレのフランケ学院で学んだ後、1763年から1769年までハレ大学で学び、1770年にアメリカ合衆国に戻り、除海され、ペンシルベニアやニュージャージーで牧師として働いた。プリンストン大学から名誉神学博士の学位を受けた。七百八十年から八百十五年までニュージャージー州、 ランカスターのホーリー・トリニティル・ーテル派協会で、牧師として働き、1787年から、フランクリン・カレッジの初代校長を務めた。公職を引退した後、植物学の研究に専念し、ペンシルベニアの植物を研究し、カッタ・ラガス・プラントラム・アメリケイ・セプテントリオナリスや、デスクリプテオ・ユビリア・グラマナム・イ・プラントラム・カラマリアレム、アメリケイ・セプテントリオナリス・インディジェナラム・イ・シキュー・リーム、 などの著書を執筆した。イネカの俗名、ムランバーグはに懸命されている。動物学の分野でも、ランカスターの植物調査中に、新種の亀を発見し、1801年に学名に、ミューレンベルグの名前が付けられた。英名では、ミューロンバーグ、エストータスと呼ばれたが、後に生物名に人物名を入れることが好まれなく、なったので、ボグタートルと呼ばれるようになった。 ミューレンバーグ大学の創立者、フレデリック・ミューレンバーグは、ヘンリーの兄の孫である。ムルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヘンリー・アーネスト・ミューレンバーグを示すのに使われる。ありがとうございます。